はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さてモンスターズ3、はい、やってます。早速ね、今日は、このドラゴンクエストモンスターズ3、結構スクエニさんがちょっと最近の印象が悪くて、ドラゴンクエストモンスターズ3買うのためらってるよっていう方ね、大の大冒険、いや大の大冒険名前出しちゃうかんけどね、ちょっと大の大冒険もそうなんだけど、去年出てたね、あのトレジャー、あれが評価すね、ちょっと低すぎるんだよって、ドラゴンクエストモンスターズ3もね、どうせそうなんでしょって思ってる方、迷ってる方いると思うんですよね。そういう人のためにちょっとね、当日です、まだね、やってね、どれぐらいだろうな、10時間いってるかいってないかぐらいなんですけど、ちょっとね、買いなのか買いじゃないのか、こういうとこは楽しんでるよ、こういうとこはちょっと良くないようだとか、さらにはダウンロードね、あれ必要なの全部って思う方、ちょっとね迷ってる方いると思うんですよ。それをちょっとね、今日はね、僕なりにね、ちょっとまだ10時間未満しかやってないですけど、今後ともね、ちょっとね、もしかしたら変わるかもしれない、意見も変わるかもしれないですけど、今思ってることはね、今日はご紹介ね、詳しくさせていただきたいと思います。はい、ってことでね、モンスターズ3、やってるんですが、まずは良いところ、これ買ってはすげえ良かったなって思ったところ、やっぱりね、その体験版やった時にもちょっと言ったんですけど、僕ドラゴンクエスト3と4って一番神ゲーだと思ってるのね。でやはりね、音楽、この音楽がすごい懐かしい、このライアンのねところね、はたまたね、こういう街の音楽、いや懐かしいよね、このロザリーヒル、あのドラゴンクエスト4でこのロザリーヒルのじいちゃんがね、一人でね4軒の店を兼任してるんですけどね、待ったよね、こういう風にね、ここに待って、ちょっとじじい早く来いよっていう思いをしながらね、安心してください、このベルを鳴らせば、おいしょ、じいちゃん来ます、走って、かわいい、じいちゃんごめんね、忙してごめんね、こっちにも呼ぶと、はい、ダッシュで来るっていうね、おじいちゃんかわいい、走らせてごめん、ちょっとお年寄りをそんな走らせないでください、高木ちゃんって思うよね。はい、ここからね呼んでも、はい、来るっていうね、ダッシュで、懐かしいよね。はい、そしてダンジョン、これも懐かしいよね、ドラゴンクエスト4のダンジョンの音楽ね。この音楽を聴いてると、ラストダンジョンね、ドラクエ4のラストダンジョンをちょっと頭にね思い描きますね。もうめっちゃね、メタルキングのね探すたびにね、ずっとぐるぐるね、最後ラストダンジョンをねぐるぐるしてたようなね、はい、思い出がありました。いや懐かしいよね、この音楽。さらにドラゴンクエスト4だけではない、今までね、ドラゴンクエストモンスターズ系ね、はい、この音楽ね懐かしいよね、背後の時の音楽ね、そういう人たちも懐かしいという気持ちで見れますよね。はい、さらには戦闘音楽、通常戦闘の音楽だよね。これもまたあれだよね、僕も最近テリバンやってたんですけど、懐かしさはちょっとあんまりないんですけどね、テリバンをね昔からやってた、モンスターズ系をねやってたっていう人はすっげえ懐かしいんじゃないでしょうかね、この戦闘音楽ね。さあ、そしてやっぱりボス戦といえばこの音楽でしょう。以前僕動画を作った時とかライブでは言ってるんですけど、常々ね、なんか戦ってるってイメージがないんだよな、でも、申し訳ないです、モンスターズファンの方は申し訳ないんですけど、この音楽すげえ懐かしいんですよね。ただなんか戦闘してるよっていう、僕ね感じしないんだよね、どうしても。っていうようにね、はい、戦闘音楽もしっかりね、モンスターズファンのならではのね、やっぱり心もわしづかんでるっていうね、運営さん、しっかり使われてますよね。なんと、なんと、寡黙なセクシー王子。はい、続いていいところ、ストーリーなんですけども、ストーリーがいいっていうのはもちろん前提で喋るんですけど、ちょっと結構ね、こういう質問いただきました。ドラゴンクエスト4だとか、モンスターズを今までのやつね、やったことないんですけど楽しめますかっていったようなね、ちょっと質問いただきました。はい、ぶっちゃけお答えします。もちろん今までのシリーズをやってた方が分かるところはあります。にんまりとしたドラゴンクエスト4で、ドラゴンクエスト4のストーリー上ね、主人公たちとモンスターが戦うシーンがあるんですけど、そういったね、モンスター同士の組み合わせで、なんでこの組み合わせなんだろうっていう、ストーリーの裏側っていうのが見れるんですよね、このモンスターズ3で。なのでドラゴンクエスト4の
すごい好きな人はこういう風なつながりならにんまりとしたところがね見れるので、まあ、ドラゴンクエスト4を知った方がもちろん楽しめるんですが、知らなくてもぶっちゃけ楽しめます。うん、これ単品の一つの、作品として楽しめます。まあ、運営さんも、ドラゴンクエスト4とは違う世界のもう一つのストーリーということを歌ってるんで、単品で楽しめます。で、さらに言えば、モンスターズ、正直ね、続いてません。今まで のストーリーがね、1、2、3だったっけな。うん、1、2かな。うん、そのストーリーと続いてないため、単品なために、もちろんモンスターズの、今まで、作品をやってなくても、今回は楽しめます。うん。なので、そういった点で心配してる方は、もう間違いなくね、もう心配しなくていいです。購入しても構わないと思います。楽しいですよ。まあじゃあね、そのストーリー自体どうなのと思う方いると思うんですが、まあちょっとね、まだね、そこまで進んでないのね、前半ぐらいでちょっと配合結構楽しんでるんで、進んでないんですけども、やっぱりね、先ほど言ったように、にんまりした場面っていうのは結構出てきた。あ、こういうことなのねっていうのが出てきて、うん、あ、楽しめるなと思った。この作品一つで、ドラゴンクエスト4ファンの人は。まあなのでね、ストーリー自体は僕は大好きですね。はい、続いてね、配合。これね、まあ今までのね、ドラゴンクエストモンスター付けやってた方、配合ね、これ一個ずつね、こういう風にね、これ、あ、このモンスターはこれでこれで、あ、こういう風なモンスターが生まれるんだって、こういう調べてやってたと思うんですけど、めちゃくちゃ楽今回。うん。特殊配合で、まあ、細かい設定とかいろんなあるんですけども、検索するボタンで行くと、はい、ドン。こういった一発で出てくるんですよ。こういったモンスターが今ならね、モンスター同士掛け合わせて作れますよ。といったようにね、もう一気に出てくる。めちゃくちゃ楽チン。で、モンスターを選ぶと、このトロピカルキングとナスミラーダ、キラーパンサーだったらナスミラーダの組み合わせでできますよ。といったようにね、すごく親切にできている。うん。こういう風にね、めちゃくちゃ楽だなと思った。だから配合が。なので、ちょっと配合めんどくせえんだけどと思ってる方、ちょっと億劫なんだけどと思ってる方、めちゃくちゃ楽しめると思いますよ。そしてこれね、ちょっと便利だなと思ったのが、移動ね、ルーラストーン。これわざわざ、外出てる方いませんか？うん。このね、塔の内は、今まで頭ぶつけてゴツンとするでしょって思ってる方。実は、まあ、これね、初歩的なものだと思うんですけど、ルーラできます。天井があっても。はい、っていうようにね、こういう風にね、移動できるんですよ。もちろん、こういった洞窟内とかでも移動できます。洞窟内もね、こういう風に。ルーラ！っていうように移動できるので、かなり便利だと思います。例えば洞窟の奥でね、うわ、ちょっと瀕死になって、ね、仲間モンスターがね、死んじゃって、やばい、このまま先に行けないって言った時とか、まあ、ルーラーしてもらえば簡単にね戻ることができますので、すごく非常にね移動が便利です。そしてね、これ僕と同じような人ね、多分おそらくいると思うんですよ。便利といえばっていうことなんですけども、まあこういったね、魔界のとこからルーラーストーン、ルーラー飛ぶときに、まあ牧場ね、ちなみに牧場行くときにわざわざね、このロザリーヒルの塔を経由していってる方いませんか？こういう風にね、ロザリーヒルの塔を通って、これね、わざわざこのワープからね、こういう風にね、調べて、このロザリーヒルに戻ろうって言ってやってる方いませんか？僕ね、途中まで知らなくて、このやり方言ってた。めんどくせえなーと思いながらね、これやってた。うん。で、着いたら、まあ、牧場に行きたいわけよね。うん、牧場って何かというと、まあ、預けてあるモンスターも見れるし、さらには追加 DLC ダウンロードね、行くための、まあ、牧場にあるんですよ、コンテンツが。そしてこの泉に向かって、その牧場行くと、やっとここで牧場行けるっていうね、もう牧場行くためにめんどくせえって思いながらやってました、僕ずっと。実はこの、LR でこういう風に移動して、牧場、進めました。うん。これ意外に知らない人いるんじゃないですか。これね、おい、当たり前知ってるわ、そんなのっていう声の人多いと思うけど、これ実は知らない人中にいませんでしたか？これ牧場ね。なので、いちいち経由していかなくていいんで、かなり便利です。さらに便利なボタンといえば、
こういった名前を決めるときとか、わざわざこういうふうにね、もう名前決めるのめんどくさいからそのままにしようって、OK ってやってる方いませんか？はい。実はですね、このプラスボタン押せば、一気に飛ばせます。さらに、この預かり所も、こういうふうにね、入れ替え、まあ、パーティーに入れ替えはいいんですけど、じゃあ、預かり所にこう、入れるよっていう方、この決定ボタン、こういうふうにね、動かしてやってる方いませんか？これね、プラスボタン押せば、勝手に預かり所一気に行きます。とにかくこの、ゲームはね、プラスボタン、便利にね、使えるので、困ったら、プラスボタン押してください。続いてちょっとね、気になったところ、これはちょっとと思ったところをね、ご紹介していきたいと思います。まずは、はい、体験版の引き継ぎね。うん。まあ、前から聞いてたんですよ。体験版の引き継ぎっていうのは、モンスターの見た目のみ、引き継げますよ。まあ、特技も、呪文も、その他のレベルもね、なんなら引き継げませんよ。レベル1からですよ。といったようなね、聞いてました。うん。あ、まさかね、体験版のストーリーもね、もう一回やらされると思わなかった。うん。せっかく体験版、途中まで進めたのに、同じところ、同じテキストを使われてるので、非常に体験版やった後なので、もう新鮮味がなかったね。うん。すごく新鮮味が。ちょっと体験版のところまでストーリーさすがに飛ばしてよと思ったんだけどね、そこがちょっと気になったかな。まあなんで新しく買う人はね、まあ別に全然これは気になるなと思うんですけどね。そして思ったのが、ちょっとね、体験版の時とね、キャラデザがあんまり変わらないっていうとこかな。うん、しっくりこないよね。やっぱりなんかその前作の、まあ去年出たね、トレジャーかな、神くんとね一緒のやつ、あれと一緒になんか彷彿させちゃうよね。ちょっともうちょっとなんかこれ、まあどっちかっていうと薄味ポテトって感じだよね。ちょっともうちょっと濃いめのコンソメパンチとかね、それぐらいのね、ちょっとキャラデザぐらいにちょっとしてほしいな。ちょっと何言ってるかよくわからんけどね。まあとにかくキャラデザがね、ちょっとね、しっくりこないのよね。さらにキャラデザでちょっともう一つあるんだけど、このモンスターのさ、大きさがさ、違和感がありまくりなんだよね。いや、これ多分 L サイズだと思うんだけど、 S と L でね、こう分けてるからしょうがないとは思うんだけどね。この子もっとでかいよね。あのドンモグラ系ってさ、もっととさ、めちゃくちゃでかいイメージなのよ。うん、なんだけどすごい、ほら違和感感じる。ほら、このバトルレックスだったっけ、この子、あ、ドラゴンソルジャーだったっけな、この子はの大きさでさえもね、ちょっとちっちゃいんじゃねえかって思うぐらいなんだよね。ほら、見て、ミニチュアっていうね。だからモンスターの大きさ、ちょっと、もうちょっとなんか変えてよって思うんだけどね。キラタス、異様にでかいよね。で、ダークキングもね、僕ちょっと作ったんですけど、ダークキングもでかい、まあ、L サイズはでかいんですけどね。S サイズになると、とことんめっちゃちっちゃいんだよね。なので、ちょっとモンスターのキャラデザーをもうちょっとしっかりこうしてほしかったなっていうのもありましたね。でっかいキャラはやっぱりでっかいキャラでいさせてほしいよね。S サイズにしてもね。ちょっとあとさらに思ったのが、これルーラね。まあ移動は便利だよ。移動は便利で、すごくね、ルーラ何回も使いたいのよ。ただね、これはどうなんだろう、環境のせいなのかな。長いロードが。これね、まあ、スイッチだからかなのかわかんないんだけど、はいっていうね、やっと着いたっていうね。移動は便利なんだけど、こんだけちょっとロードが長きゃあんまり使いたくないなっていう風にね、思ったね。そして今回これね、まあモンスターズ3にね、メインなんだろうね、メインシステムなんだろうね、この季節ね、まあ、4種類の季節があって、春夏秋冬で5分間ぐらいで変わってくシステムなんだけど、これいるって思ったんだけどね。まあやっぱり季節によってモンスター出るモンスターも違うし、さらにはね、そのギミック、例えば冬だったら凍って渡れるよっていったね、まあ、ギミックが変化にあるので、まあ、そういった変化を楽しんでくれといったようなもんだよね。まあアイテムを使えば季節って変えれるんですよね、この季節の粉。ただしこの季節の粉って結構レアなんですよね。うん、あの宝箱でたまに落ちてる時とか、あとね、モンスターから誰かがドロップできるらしいんだけど、そのモンスターまだ見かけてないのよね。でさらにこの追加 DLC ね、いくらだっけな、880円かな、時の無限ボックスを、購入することによって、
まあ1時間に1回ねアイテムがもらえるんですよ。まあ元気玉3個だね今回ね。でこの、出現するアイテム一覧の中に、あったね季節のコーナー5個、まあこういったものにアイテムとしていただけるんですよね。なのでこの季節のコーナーって結構レアすぎるんだよね。簡単にそんなポンポコポンポコ使えるアイテムじゃないので、まあ、DLC なかったらそんなに入手できないよね。ちょっといやらしいな、まあ、5分とはいえね、季節4段階あって最後の方の季節だったら約15分から20分ぐらい差が出るから、そこがちょっと煩わしいなって思ったね。この季節の頃もうちょっと道具屋にね、あの軽く手ごろに入手できて使えるよってんならまだいいけどね、なぜここまで刺したのかな。ラナルータぐらいね呪文で手軽に変えたりできたりすればいいのにねって言ってるのにね、まあ、気になった部分のねご紹介でした。まあちょっとやってて違和感感じたなって、特にこのお金を880円ね、これ考えちゃうよね。でそこで高木ちゃん、じゃあ追加 DLC ぶっちゃけいる？っていう話なんですけど、正直答えます。あのね、追憶だけでいいと思う僕は。このドンモグラ、じゃあこの追憶のモグダンジョンって何なのっていうことなんですけど、今までね仲間にしたモンスターが一気にねここにあの入れます。すぐねスカウトしようと思えばここに潜れば、できます。なのでちょっとねめんどくさいモンスターを作っちゃって、これまた一から作らないといけないかっていうのを避けるためにこれ便利です、かなり。なので1320円っていうまあね値段なんですけどね、うまいよねこういうところで金稼ぐのね運営さん。なんかこういうなんかドラゴンクエスト11からそうだよね、個別で稼いでいくっていうね、ちょっと汚いっていうか、やっぱりねお金儲けがうまいですよね。はい。でこのエビがねまだねちょっと僕行ってないんですよね。でどうやらこの例えば物質系のみの編成のモンスターで行きなさいとかっていうまあ試練なんですけども、それをクリアすることによって、ここだと女神の指輪だとか、魔法のブローチ、踊り子の指輪だとか、怒りのタトゥーとか、まあアクセだろうね、こういったアクセがもらえるみたいです。まあそしてその後にね繰り返してやってどのアイテムを入手できるかっていうのはまだちょっと分かんないんですけど、まあアクセぐらいだったらちょっと別にって感じかなと思うんだけどね。でしかもこの先ほどね、あのあれ季節のこのレアだからこれじゃあ欲しいんじゃないですかって思うよね。まあ、正直ね一回仲間にすればこの追憶で出てくるんですよ、このモグラで。なので季節をちょっと待って、で季節が変わって全部仲間にしたらこのドンモグラのモグダンジョンに出てくるので、あの季節変えなくて済むんですよね。なのでまああったら便利だけど、まあ、なくてもいいかなって感じ。非常に便利なのがこの追憶のモグダンジョン、これ1個でいいと思う今のところは。もしかしたら今後ちょっと変わってくるかもしれないって。なのでまあ今のところはこの追加 DLC はモグダンジョンだけでいいと思います。はい、ってことで今日はですねモンスターズ3をやってみて感想っていう動画でした。気になるよねこのメタルドラゴンも、ちょっとこんなちっちゃいメタルドラゴンラジコンかって思うけどな。もうちょっとでかくしてほしかったな個人的にね。まあね、まあでもまあ楽しめると思います。対戦もあるので友達とかねフレンド同士とか対戦とかできるので、まあそこも楽しめるし、合成好きな人はそこも楽しめるし、ストーリーが好きだよっていう方はストーリーも楽しめると思うので、まあそういった点では買いだと思います。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。